ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国の大手シャドーバンク破産についてお話ししていきたいと思います。1月6日にブルームバーグから驚きの報道がありました。中国のシャドーバンキング大手である中食企業集団が破産申請を行ったというんです。シャドーバンクとは別名、影の銀行とも言われ、伝統的な銀行システムの外で行われる金融活動のことを指します。このシステムは銀行のような正規の金融機関ではない企業や機関によって運営されているわけなんですが、従来の銀行システムよりも規制が緩い、または全く規制されていない場合が多いんですね。シャドーバンキングは通常の銀行システムに適用される規制から逃れて活動できるため、より高リスクの金融活動やイノベーションが可能になりますが、同時に金融システム全体のリスクも高まります。どういった機関がシャドーバンクに当たるのかと言いますと、投資ファンド、ヘッジファンド、マネーマーケットファンド、特殊目的会社、証券化商品などがこのカテゴリーに含まれます。そして中国のシャドーバンキングシステムの中で中食企業集団は特に注目されてきた存在です。中食企業集団は投資管理、不動産開発、金融サービスなど多岐にわたる事業を展開しています。こうした大手企業が破産申請をするということは、中国の経済の深刻さを分かりやすく示していると言えるかもしれません。今回はこの中食企業集団の破産申請について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。中食企業集団の経営状況が厳しいということは、昨年8月から関連会社の経営危機で浮き彫りになり、さらに3ヶ月経過した11月頃により鮮明なものとなりました。2023年11月23日に中食企業集団は投資家に宛てた書簡で、最大640億ドルの債務超過に陥っていると明らかにしたんです。一体なぜこのような事態に陥ってしまったのか。実は中食企業集団は不動産業界に大きなエクスポージャーを持っていました。エクスポージャーとは、リスクにさらされている度合いや、ある分野にどれだけ投資しているかという意味です。つまり中食企業集団は不動産業界に多くの投資をしていることから、不動産業界市況と密接に関わっている企業といえます。この時の債務超過に関して、中食企業集団は580億ドルから640億ドルの負債があると説明しており、中国人民元で多く見積もって4600億元の負債があり、それに対して資産総額は2000億元程度しかなく、グループの資産が長期債務と株式投資に集中しているため、これらを処分してリターンを計上するのは難しいとの見方を示したわけなんです。日本円にして5兆3000億円もの債務超過ですから、とんでもない事態と言えるでしょう。投資家に対しては、初期の検査の結果、深刻な債務超過に陥っており、重大な経営リスクが継続していることが判明した。短期的な債務返済に活用できる資金はグループ全体の債務規模をはるかに下回っている。このように発信した上で謝罪しました。当チャンネルでも、中国の不動産危機はいずれ金融部門にも波及してくるだろうと発信してきましたが、それが現実のものとなってきたわけですね。ピーク時の運用資産が1400億ドル、日本円にしておよそ20兆2600億円を超える巨大企業だったわけですが、深刻化する不動産危機に飲まれ、急激に転落し破綻したということです。北京市第一中級人民法院は1月5日に中食企業集団からの破産申請の受理を決定したと発表しています。中食企業集団のような影の銀行は、一般世帯から
から資金を集めて、そのお金で企業に融資したり、不動産や株式、債券、商品に投資することで利益を得ているわけですが、先ほどお伝えした通り、こうした企業への規制は緩く、競合する信託会社がここ数年リスクを縮小する中でも、中小企業集団とその関連会社、特に中友国際信託は経営難に陥った不動産開発会社への融資を拡大してきていました。昨年8月に破産法申請した恒大集団などからも資産を買い取っていたということですね。中小企業集団は2023年8月に投資家たちとの会合で流動性危機に直面しているため債務再編計画を行う予定と説明していましたが、このような着地となってしまったわけですね。ちなみにこの時、関連会社の傘下の中友国際信託は複数の高利回り投資商品に関して顧客への支払いができず、北京市内で抗議活動が起きるまでになっていました。そして中国当局は昨年11月に中食系の資金管理事業について刑事捜査に着手したと発表。シャドーバンキングの活動は高いリスクをはらむ上に金融システムの安定性に影響を与える可能性があり、中国政府はこの分野における規制と監督の強化に動き出しているんですね。中小企業集団の破産申請は中国史上最大の破綻劇の一つとまで言われており、消費者心理や投資家の心理に一層の負荷をかけ、さらなる不動産市場の落ち込みにつながるでしょう。昨今の中国経済はゼロコロナ政策や不動産低迷による内需の弱さであったり、貿易不振が重しとなっているわけです。中国の主要株価指数は2023年通年ベースで3年連続下落してしまいました。そしてここに来てこの報道というわけです。中国で金融危機が起きた場合、その影響は国内の経済、社会、政治の各分野に深刻な影響を及ぼす可能性があります。銀行や他の金融機関が倒産するリスクが高まり、貯蓄や投資の損失につながることにもなりますし、企業は資金調達が困難になり、倒産していく企業がどんどん出てくる恐れがあります。そうなるとまた投資、消費、輸出などが低迷し、中国の経済成長が大幅に鈍化する可能性があります。最悪の悪循環とも言えますね。こうした経済的影響に加えて社会的影響も見過ごせません。失業や貯蓄の損失により社会的な不安が高まる可能性があります。経済的に脆弱な層がさらに打撃を受け、ただでさえひどい所得格差がさらに拡大するでしょう。政府に対しては経済の管理に失敗したとの見方から、中国共産党への信頼壊滅は間違いありません。すでにこうしたゴールは見えているわけですが、中国共産党は有効な手を未だに打てていないわけです。有効な手を打たないのではなく打てない、これが中国の現状ということですね。こうした経済低迷を示す動きはこれからも出てくることになるでしょう。果たして2024年はどのような動きが出てくるのか、引き続き中国経済の動向には注視していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。